皆さんこんにちは。竹村真美と一緒に童謡の森へようこそおいでくださいました。今月8月も皆様と一緒に童謡のコンサートをお楽しみいただきたいと思います。今月お送りする曲は月の砂漠、そして、もう一つは風に立つライオン。この曲はさだまさしさんの曲ですが、音楽療法にいつも使う素敵な曲です。どうぞお楽しみください。月の砂漠。
手紙には驚いたけど嬉しかった。何より君が僕を恨んでいなかったということが、これからここで過ごす僕の毎日の大切なよりどころになります。ありがとう、ありがとう。ナイロビで迎える三度目の四月が来て、今さら千鳥ヶ淵で昔君と見た夜桜が恋しくて、ふるさとではなく東京の桜が恋しいということも、自分でもおかしいくらいです、おかしいくらいです。3年の間あちらこちらを回り、その感動を君と分けたいと思ったことがたくさんありました。ビクトリア湖の朝焼け、100万羽のフラミンゴが一斉に飛び立つとき、暗くなる空やキリマンジャロの白い雪、草原の像のシルエット、何より僕の患者たちの瞳の美しさ、この偉大な自然の中で病と向き合えば、神様について人について考えるものですね。やはり僕たちの国は残念だけど、何か大切なところで一応間違えたようですね。国境近くの村で過ごしました。こんなところにもサンタクロースはやってきます。去年は僕でした。闇の中で弾ける彼らの祈りと激しいリズム、南十字星満天の星、そして天の川、診療所に集まる人々は病気だけれど、少なくとも心は僕より健康なのですよ。僕はやはり来てよかったと思っています。辛くないと言えば嘘になるけど幸せです。あなたや日本を捨てたわけではなく、僕は今を生きることに思い上がりたくないのです。空を切り裂いて落下する時のように、僕は淀みない命を生きたい。キリマンジャロの白い雪、それを支える完璧の空、僕は風に向かって立つライオン。くれぐれも皆さんによろしく伝えてください。最後になりましたが、あなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています。おめでとう。